若きよ、登れ！では手はずだ。中央には権現率いる東軍、京王率いる西軍が集まりつつある。どちらも強敵じゃ。長生らは二手に分かれ、北と南から進軍、そして消耗した中央軍を挟み撃ちというわけだ。なるほど、手前も力を尽くしましょう。長生と橘は南から進む。鬼島津、お前さんは北から進んでくれ。はい、わかりました。ではお二方、武運を祈る。島津様、船の準備が整いました。よか、では出発ね。さて、始まりの第一歩じゃ。頼人は今ぞより来る長浜の。待ってられるかの。また一つ鬼色の石が積み重なりて、人影一つ、それだけじゃ。とはいえ懐かしき子につられて降りて賜れ。夜行の力が我々を呼び戻す。戻りでたまらんか。その扉はもんじゃを欲す。巣にも深きな。待ってられるかの。あのひとときは一体何だったのか。鬼島津の件、正しく継ぐのはどこの誰かの。花から取らせるつもりだったとね。進撃再開や。一騎打ちこそが戦の花よ。立ってられるかのう。立ってられるかな。何かに引き寄せられ暖かかったような。命が仮にも名のある武将、その無念やいかに。今は攻め時じゃ。おいを信じよ。はい。いっそ九州のみで一つの国を名乗っか。もんじゃを作り出す。うちの大将はこういうのうまいんだぜ。136地獄とも申せども、仏の言葉の陸奥のいわない。極楽の木々の茂りた場所あらば、ふるさとなれば降りて賜れ、語りて賜れ、戻りて賜れ。無縁仏のなれの中、お主も降りて賜れ。面取りは5本の地獄を訪ねてたんで。お任せくだされ。呼ばわまで戦い合ってついに離れし者。 誰かわしを呼びて賜れ。おいは心より待つ。おいというくさびが砕かれる日を。それまで戦場で生き続けるとするかのう。 向こうも順調ね。南ば離れた海はあっかね。 まさか鬼島津殿がいらっしゃるとは。散歩がてらの武者修行というのは冗談ねえがこの陣には馬屋がありますな。よし あんたが強けりゃ当然の結果だ。 かまん、どこまでも食らいついてみせな。 あんたを倒せば俺が最強か。ま、当然だろう。この小十郎、渾身を尽くさせていただこう。かけたところでくたびれりゃせんの。ハハッ、たまには本気を出すのも悪くはねえ。 奴の動きを見ておかれよ。そろそろ本気出してくれよ。つまらねえだろ。馬で人にかなうわけがねえぜ。スイカの鉄砲術でも歯が立たねえ。この右目えぐり取ってやろうとも考えたが、俺は俺の目ではねえ。ならばこの小十郎、あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。足の速さで競いたかったの。持てる力の全てをあなたに披露しましょう。なに、ここらで一つ中央の連中に九州の男気を見せようと思うての。なんと天下二分の戦に乗り込むと。ないばよ、引き潰すのはあのあいつだぜ。通りすがりも何かの縁、真剣勝負とさせていただきましょう。よかねえ、恋がおらねど若きは育つ。東に続くし明け方の月。おっと、どうやら俺も溜まってたらしい。今が目覚めの時だ。己を守れねえやつか、俺の身を守れるか。ならばそれを証明してご覧に入れる。どの道俺が崩れないうちは蹴りには遠い。気を持て、勝ちへの道を照らしてみせろ。走ってみせろよ。ほっ、独眼竜とその右目合流させてはなりません。やっほー、この死は俺たちのもんだぜ。早く出しいしゃい、悔やみなき一投。あの日失った誇り、この手で取り戻す。生きて帰れ。影で俺を泣かせてくれるな。また一つ鬼色の石が積み重なりて、あなたは面白い方だ。時折子供のように無邪気なことをなさる。危機一髪か。いいだろう、巻き返すまでだ。満身という毒の親、暴れ馬の扱いには慣れたもんだな。俺を壊そうとは。あんたも目が利いてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。でなけりゃやっかの別荘オッケー。 南の鬼が北の地においでとは驚きだ。まあ小十郎は喜ぶだろうね。さっき刃を交えてきた宝ね。おお、トマハンも腕を上げたとの。まあね、魔剣草が一番の薬ってやつだ。 勝ちのおごりは何も招かん。トマハンは負けを知った。それでよか。お褒めに預かり光栄とは言わねえぜ。俺はいつかあんたを超えてみせる。挫折の予感、それも若きよ。 俺を壊そうとしても無駄だぜ。なぜならとっくに壊れてるんでね。今んとこは柵がはまっとるようじゃがの。今や姫さん早と魂。やれやれ、今日のところは譲ってやるか。 心より待つ。老いというくさびが砕かれる日よ。それまで戦場で生き続けるとするかのう。 おげな若きがおるかの。でもお前おととい近所の子に負けてたよな。軍神は不在、今は無敵ばかり。無敵はともかく前田は聞けられるかな。迂回路はないものだ。雪景色は多かれど雪をも溶かす恋の花、冬を乗り越えその時を待つ。さあ、鮮やかな恋よ、この前田慶次という木にウグイスを呼べ。雪景色に恋の風、風をひいたらご愛嬌。今日は眠いんだよな俺。今やしめさん早と魂。命のありかね。なんせこの雪だ、早く終わらせて温まろう。剣心かい？ツバメのように元気で綺麗だよ。やべ、ちょっと避難させてもらうよ。俺たち押されてるぜ。半分は貢献すれば。俺は無敵の主人公。1年かけて名を上げた。見たか知ったか、俺は無敵。主人公なのにやられた。この東堂は私の心、かたくなに人を拒む。さあ、お前も帰りなさい。久しき戦はお前も無理をせぬ。いいえ、あなた様より離れる方が絶対。ガスカちゃん、どこ行くの？決まっている。出撃の命だ。剣よ、刑事と息を合わせるのですよ。はい。何やってんだい、畜生バラ！一丁引いてくかい。ほら大吉だ。よっしゃ。戦より恋になれた方が幸せだよ。舞台なら幕だけど燃えるのはここからだ。決められとったことよ。刀は掴んだその日にの。虎が倒れて一難去り、そしてまたあのお方の日々を乱す者め。出ていけ。謙信様の愛する雪景色にこれ以上踏み入るな。抜かれた剣、血を吸わぬ限りは止まらない。剣、雪の中咲き誇りなさい。この寒空中におまはんも暑いの。刑事は刑事、お前はお前です。焦らず参ります。悪いが私はどこかの誰かよりずっと厳しいぞ。助太刀だ。引いてやることを感謝するんだな。それでいい。無茶すんな。前田殿が訪れ、我らの心は春になる。俺たちがやらずにどうする。冬に生きるそなたたちもまた頼もしい。ご覧あれ、敵方精進、意気消沈。所詮俺らは舞い散る木の葉の一枚一枚。毘沙門を揺り起こす覚悟ありますね。惚れ直すような土産話を作っちまいな。了解っす。ありゃ雷様だね。くわばらくわばら。 でも頭の方はどうかな。じっちゃんが北に来るなんて珍しいね。どうしたの？これから始まる面白か戦に向かうところに刑事どもも一緒にどうね。 今やしめさん、隼人魂。誘いに乗るのは花だけど、今はちょっと気分が乗らないんだ。まあ、せっかくだから腕試しでもしてってよ。了解ね。勝負は髪の毛1本分、それぐらいの差よ。 心を空に放すがよか。せつがなく満開だけど人の心はどうだろうね。枯れ木でもいいさ。それでも 人は絶えないよ。次の喧嘩では俺が勝つよ。いや本当。懐かしき日々も今は昔。 私の時は未だ凍りついたまま。おいでなさい。凍てついた私の剣、そなたに焦がすことができるならば。 いざ客人たちに永遠の眠りを。軍神が来たー。ついに現れたか。我らでは勝ち目なし。これは珍しい客人ですね。皆の者、酒の準備を。おっと、今は進軍中じゃ。気遣い無用。 挟み撃ちです。蔵の君らしい提案ですね。さよう、官兵衛どんは頼りになる男じゃ。鬼の名によじけるでねえど、所詮滝の音じゃ。船に戦いへ赴くよく 私も見習うとしましょうか。今やしめさん、隼人魂。今はただ開花に酔いしれましょう。命のありかね。そなたの覚悟はこの程度ですか。当てられるかの。 朝は通りにあんた軍神を起こしちまったんだぞ。泉ご剣はどうしました。今一度おいでなさい。と傾ける杯は格別ですね。老いは心より待つ。老いというくさびが砕かれる日よ。それまで戦場で生き続けるとするかのう。